このように柄があって、裏と表があるリボンで、このようなリボン飾りを作るやり方をご紹介します。裏表の関係のないリボンでも同じように作ることができます。まず一度、結び方の全体的な流れを見ていただいて、その後に改めて綺麗に結ぶコツをご紹介していきたいと思います。 表を上にして、このように左右に輪を作ったら、右側の輪を左の輪の上に重ねて、右側に来た輪を少し長く取ったら、中心の隙間に手前から向こうに向けてくぐらせます。左下のここの垂れを裏からくるっと、 手前に回してきて、そして左右の輪を引き締めていきます。左右の輪の大きさを調整しながら引き締めて、リボンの全体的なバランスを整えます。 はい、このように簡単にリボン結びが出来上がりました最後に左右の垂れの長さをお好みで切り落とします これで,完成で,すでは次にきれいにリボン結びにするコツをゆっくりと説明していきますまずリボンの表の面が見えるようにこのように左右対称に輪を作りますリボンの先端が手前に来るようにこのような向きにします そして右側にできた輪っかを左の輪っかの上に重ねます。右側に来たこちらの輪っかを少し引っ張って、左の輪っかよりも長めにします。そして右側に来たこの輪っかを中心の隙間に手前から向こうに向けて通します。 通した輪っかはまた右上に出してきますがこの時にぎゅーっと引っ張らずにここに中心にかかったリボンがシワが寄らず平らになるようにこのような感じに通しておきますそして右側に来た輪っかと中心のリボンを右手の親指と人差し指で このように持っておきます。左下のこのタレを裏側から手前にくるっと回してきます。くるっと回してきて、回してきたら表の面が見えるようにしておきます。一度裏側を見て、 こちらが今くるっと回してきたタレですが今このタレの根元の部分がちょっと折れ曲がっているのですがここが折れたりシワが寄ったりしないようにこのように真っ平らになるように整えておきますきれいにここが平らになったら もう一度表を見てこの一番中心にかかっているリボンが裏を見るとここで裏面が見えていますがなるべく裏面が見えないようにこのように表が見えるように整えてこの角ギリギリまで表が見えるようにしておきます。 この状態で左右の輪っかを真横にゆっくり引いていくとリボンの形ができてきます最初左右の輪っかが少し大きくなるかもしれないのでその場合はタレを引きながら輪の大きさを 整えていってください慌てずゆっくりと形を整えていきます左右の輪の大きさがある程度決まったらこの輪っかの裏の部分を親指と人差し指でそれぞれつまんで 真横にキュッと引き締めると、中心の結び目がしっかりと引き締まってきます。はい、これで全体的に裏が出ずに表の面だけが見える状態で、綺麗にリボンが出来上がりました。最後にタレの長さをお好みで切り落としてください。 そしてこのリボンがちょっと横広がりになっている場合にはこの輪っかに親指を入れてこのタレを一緒につまんで縦向きにぎゅっと引っ張るとさらにリボンの形が安定してきますそしてこの切り落とした部分ですがサテンのリボンなどの場合には チャッカマンかライターで、この切り落とした分をさっと炙っておくと、ほつれにくくなってきます。さっと、一瞬、炙っておくと、ほつれにくい縁になります。はい、これでリボンの完成です。 こちらは幅が1.2センチのリボンで作ったものですが、こちらは幅が2センチのリボンで作ったもので、幅が太い分大きめのリボンに仕上がっています。こちらは裏表がないリボンですが、作り方は同じです。裏表があるリボンでもこのように可愛く簡単に作ることができるので、ぜひ活用してください。